Thank you.
屋台の窓の中で自慢ひれは退屈すぎて最低です。社会の窓の中で行くよりも窮屈すぎて、yeah!
最後の曲とかやる前にちょっとだけ喋ります。喋るの好きやのに喋る内容とかいつも薄っぺらいし、別に後輩に感動してもらえるような言葉喋れるエモいバンドでもないんで、そういうのは次とかに出てくるエモいバンドにお願いして、私はちょっと喋りたいことだけマジで喋ります。なんかちょっと臭いけど、日常とか当たり前を感謝したりとか尊く思ったりするのって、こういう庭園とかの節目のイベントが多いと思うし、去年の私も先輩らが引退した時に、ああ去年の来年私らもそうなるかなみたいな思ってたんやけど、なんていうか、この手のひらについとるかついてないか目視もできないようなちっちゃいウイルスに、こう漠然と明日も来るであろう平凡な日々とかが潰されて、なんか53代になったら、まあ、エヴァ審査が定期的にあって、ライブも定期的にやって、で夏になればデビューライブあって、合宿あって、学祭あって、庭園あったりとかっていう予定やったんけど、全部ついえてしまいました。で突然過ぎたので、いつも明日には感染者減っとるかなとか、明日にはライブハウス入れるかなとか、明日になったらまあ打ち上げしてもいいかなとか、明日になったらマスク通さずに息できるかなとか、
かい。